内側から第1レーン姉崎、第2レーン茂原、第3レーン日体大柏、第4レーン市立船橋、第5レーン成田国際、第6レーン佐原、第7レーン渋谷学園幕張、そして第8レーンは佐倉南。さあ以上のチームで予選第3組です。島さん、市立船橋鍋島さん、成田国際小林さん、佐原小林さん、渋谷学園幕張は有田さん、そして佐倉南は野村さん。さあ以上の選手が現在走っております。この第1走さあ攻めているのは市立船橋鍋島さん1年生。横に並んだということは先行しています。さあそしてその隣の成田国際が再び抜き返した。頑張る。さあ外側佐原渋谷学園幕張も来る。さあ1番でバトンを渡したのは成田国際の小林さん、そして1年生小松さんに渡りました。そして市立船橋岸さんがすでにトップ。さあここはかなり僅差、2,3,4,5,6 と近い。さあ2番手に上がってきたのは日体大柏は石井さん。そして 400m、 さあこの400、 1人1分を切って走ってまいりますと目標の4分切り。さあ市立船橋は岸さんは1年生、日体大柏は続きます。石井さん、そしてその後ろは佐原か井の倉さん。そう飛ばしますのは白鳥さん、市立船橋、そしてそれを追いかける2番手争い、日体大柏の中島さん、そして佐原の竹松さん。さあ追随する日体大柏、そして食らいつく佐原、逃げる市立船橋。さあ4、5、6も混戦。2分45秒、さあ日体大柏がおおよそ4分ぐらいか。さあ市立船橋のアンカー小林さん、この新人大会大活躍、今のところ3冠です。 100m ハードル 4K 100m、3つの競技で大活躍。さあそしてハードル競技 100m ハードル 400m ハードル、どちらもインターハイに出場。13秒90の 100m ハードルの記録を持つ、さあ小林あゆみさんアンカー。3分50秒回った。さあ、すでに
でに流しているか。そして2番手は日体大柏、今岡さん1年生、さあこちらも粘る。さあ今4分を回りまして、4分45秒台。速報です。ただいまの1着は市立船橋3分57秒13の速報です。プログラムは76ページをお開きください。女子 1600m リレー予選3組の結果です。1着4レーン市立船橋、時間3分57秒13。2着3レーン日体大柏、4分5秒03。3着6レーン佐原、4分8秒76。4着5レーン成田国際、4分14秒00。5着7レーン渋谷学園幕張、4分18秒11。6着8レーン桜南、4分19秒89。7着2レーン茂原、4分22秒68。8着は1レーン姉崎、4分32秒79。以上予選3組の結果でした。さあそしてフィールドで行われておりました女子やり投げが終了いたしました。さあ優勝者は2435番内田萌奈さん、西武第一はただ一人40メートルを超えまして、44メートル37の記録で見事優勝を決めております。おめでとうございます。